サルバトーレリーナ、ベスティア、サルバトーレリーナ、1930年11月16日から2017年11月17日は、イタリアのマフィア、マフィオーソのボス。シチリアのコルレオーネを拠点とするコルレオーネ氏のボスで、ありマフィア史上最も長く、頂点に君臨した人物で、野獣と呼ばれ、1980年代から1990年代に、 かけて、他のマフィアや、政治家、放送関係者など大物の暗殺を行い、国民を恐怖に陥れた。父親は、日雇いの貧しい、古作人で、リーナは5人兄弟の上から2番目だったという。子供時代から学校には行かず、親と共に汗水たらして働いたという。そのため読み書きは、ほとんどできず、イタリア語でなく、シチリア語を話した。 1943年12月、リーナが13歳の時に父親は、アメリカ軍の爆弾が爆発して死亡した。この時弟も一人死んでいる。青年時代から、ルチアーノ・リッチをと組んで、数多くの犯罪を行ってきた。しかし、その後リーナが力をつけてきた時、ボスのリッチを飽きぐし始めたという。リーナは1960年代の初めに指名手配、されるが、 その後20年以上も逃亡生活をしていた。その間、写真を撮られたことがなく、警察の捜査はうまく進まず、FBI も入り1993年に逮捕された。また逃亡中は自由に街を歩いたりしていたという。1974年春、パレルモ郊外さん、ロレンツォの小さな教会で、アントニエッタ・バガレッラと結婚式を挙げる。 この頃リーナは指名手配中で10億リラの賞金がかかっていたという。アントニエッタは立ッの部下のレオルーカ・バガレッラの妹である。リーナのようにマフィアは同じファミリーのメンバーの血縁関係者と結婚することはよくあるという。リーナは1970年代初期に麻薬取引を始めたという。当時は資金不足だったため他のマフィオウソと共同で取引をしていた。 多くのマフィア関係者の証言からすると、1974年に、リッチョが逮捕されてからリーナがマフィア組織の頂点に立っていたという。頭脳明晰なリーナは、リッチョの組織を受け継いだと言われているが、一部の資料によると、極中のリッチョが、リーナを手足のように使っていたとも言われている。逆に、リッチョ逮捕後は、プロベンツァーノとリーナの二人が、これでオーネッカの二大ボスになり、 立場組織から完全に外したという資料もある。プロベンツァーノよりリーナの方が頭が賢く、地位も多少上だったようで、重要な決定はリーナがしていたという。当初はリーナとプロベンツァーノの二人のボスが交代でファミリーを運営していい約束だったが、リーナがプロベンツァーノには一度も譲らず独裁的に仕切るようになった。その後、リーナ率いるコレ,レオーネ一派は、 イタリア裏社会において大幅に勢力を伸ばす。コルレオーネ一派が他のファミリーと違い、勢力を大きく伸ばしたのは恩密性にあるという。構成員などを秘密にし、他のファミリーには明かさなかった。さらに、コルレオーネマフィアは他のファミリーの構成員を殺害すると、その後釜に自分のファミリーのものを送り込んで、他のファミリーを内部から崩し、自分たちの勢力にしていった。 リーナ率いるコルレオーネ一家は、コロンビアの麻薬カルテルと協定を結び麻薬の取引をしていた。この頃、ニューヨークのボナンのファミリーがエージェントとなり、コカインを手に入れていたゆう。さらに、コルレオーネ一家は、委員会などによる協議を行わずに、自分たちの気に入らないものを暗殺していった。このような行動に、他のファミリーは憤慨していた。1980年代に、 ティーナは、ステファノ・ボンターテ、サルバトーレ・インツェリッドという強力なボスの足場崩しを行い最高幹部会での影響力を徐々に弱めて、重要な決定権を奪って孤立化させ、最後には殺害した。1981年4月23日には、ボンターテ、5月11日には、インツェリッドを殺害。これらの内紛はと呼ばれ、 他のファミリーは壊滅するか海外へ逃亡を余儀なくされた。リーナはそれ以外にも数多くの暗殺を命令しており、同じコルレオーネ一派の中でものし上がってきそうな若手を殺害したこともあという。これらリーナの犠牲者たちはハイカノにより考察後に硫酸で跡形なく溶かされて地中海に行きされたと言われている。しかしリーナは次第に不信感を強めていき、 1983年にマルケーゼ自身、そして1985年に子外のヒットマン、ジュゼッペ・ピーのグレコメで抹殺し、彼らも他の犠牲者同様に処分された。なお、1970年代から1980年代にかけて稼いだ資金をアンブロシアーの銀行の頭取りであったミケーレ・シンドーナなどを通じてマネーロンダリングしていたとされ、 同行の破綻後に暗殺されたロベルト・カルビト・オドリの暗殺にも関わっていたのではないかと噂された。その後、1992年にマフィア取締まりの先方だったジョバンニ・ファルコーネとパオロ、ボルセリーノの両判事をパレルモで爆弾で殺害し、市民の反感を買う。翌1993年に逮捕され、24年間の逃亡生活が終わる。彼は逮捕された時、 警官に向かって、そうだ、私が、リーナだ。おめでとうと賞賛の言葉を送ったという。リーナの逮捕は、彼の元運転手のバルデッチョギマジオが、自分も殺されるのではないかという恐怖から、政府側に密告し、それが逮捕につながったという。当時、コルレオネ一家では、内部で、報復合戦が多発していた。彼が逮捕された時の写真や映像を見た、イタリア国民は、 本当にこの男がリーナなのかと驚いたという。なぜなら、そのリーナの容姿が小男で、服装も質素であり、とてもマフィアの大ボスには見えなかったからである。リーナが捕まり刑務所に入った後、リーナの悪の魅力を感じる女性たちから何十通のラブレターが届いたという。リーナ逮捕後、自分は今まで週40万リラで生活していると言ったが、警察は、 リーナの6000万ドル相当の資産を押収し、さらに1994年3月には9600万ドル相当の資産を差し押さえた。これがリーナの資産であった。裁判で終身刑26回の判決を受け、その後2017年11月17日に願により、告示した。首相就任前のみならず、首相在任当時も国内外において、 マフィアをはじめとする犯罪組織との親密な関係が半ば公然たる事実として扱われていたジュリオ・アンドレオッティ首相との深い係りが知られていた。1986年頃当時逃走中だったが、アンドレオッティとは会っていたという。実際にアンドレオッティが首相を退任した翌年の1993年にはワイとマフィアとの癒着の容疑で検察よりアンドレオッティに 捜査通告が出され、リーナとの親密な関係が暴露された。なお、リーナの裁判の過程において、アンドレオッティは、リーナが指名手配を受け逃亡中にもかかわらず、数回にわたり密会していたことが明らかになっている。このことからアンドレオッティは、リーナをはじめとするマフィアと正解の癒着を解明しようと捜査を行っていた、ファルコーネ判事が、リーナによって、 パレルモで暗殺された事件の黒幕と目されている。会心者らの話によるとリーナはアンドレオッティの暗殺を命じたことがあるという。しかし、その頃にリーナが捕まり権力がベルナルド・プロベンツァーノに移り実行されなかったという。トトウクルト、チビのトトというニックネームがあった。身長は160センチメートル、頭の回転が速く、 裏で陰謀を計画したりするのが得意だという。しかし、性格は真面目でイタッチの大半を、自室から指示し、執務をこなした。マルケーゼは、リーナのことを、腐ったリンゴのようなやつだ。外見はよく見えても、心は腐っている。と語っている。ステファノ・ボンターテは、リーナを、最も危険な人物と恐れていたという。またトンマー・ゾブシェッタは、リーナのことを、 コーザノストラの歴史が始まって、以来最も凶悪で臆病な男と言っている。政府側に寝返ったマフィアのサルバトーレカンチェーミは、裁判で、リーナは、裏切り者に対し、裏切り者の家族、親類、地のつながりのある者の,の6歳以上は皆殺しにしろと、命令したと証言た。マフィア大裁判の時、52人の殺人を行ったとして告発された。 1993年11月に法廷でブシェッタと対面した際、彼からマフィアのボスとして殺し屋を指揮し、自分の家族までも殺したと非難された時には、ブシェッタに向かい、こんなだらしない男とは話しくないと言い返した。これはブシェッタがマフィオーソとしては、異例の二度の離婚を経験しているためである。妻のアントニエッタ・バガレッは、 コレオーネ出身の小学校教師であった。彼女が13歳の時、14歳年上のリーナに一目ぼれしたという。リーナとの子供を4人産んでいる。リーナ逮捕後も、あの人はいい人だから、女性はみんなあの人のような夫を持つべきと語っている。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。